石膏武子あぐり足玉クラブは中華人民共和国の石膏省商工誌をホームタウンとする中国プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ大連鉄路属級クラブが誕生する大連鉄路隊がおつキュリーグに参加する大連鉄路隊が大連鉄路局からスタジアムの提供を受け武史投集団がトレーニングの経費を受け持つおつきリーグで3位に入り コービーリーグに参加が決まる。大連鉄路隊がおつきゅうリーグに降格となり、たけし投集団が出資して、クラブ名が、大連鉄路、たけしあぐり足玉クラブとなる。たけし投集団が正式にメインスポンサーとなり、クラブ名が、大連たけしあぐり連鉄速球クラブとなる。おつきゅうリーグに降格した大連に発速球クラブと合併。また、 ホームタウンを安山市に移し、安山武しあぐり連鉄速球クラブとなる。昇格に向け有望であったが、昇格プレイオフの際行われた抽選において、6、9事件が起こる。大連実得に800万円で、チームの選手を譲り渡す形で、チームは一度解散となる。十二月二十日、新たにハルビンをホームタウンとして、ハルビン岳しあぐり足玉クラブとして、 クラブを立ち上げ、中国サッカー協会からも了承を得る。翌年より再びリーグに参加する。おつきリーグ帰宅で優勝。昇格プレイオフでも2位になり、高級リーグへの昇格を決める。16試合連続未勝利という不名誉な記録を作る。ものの、フふほとくろ馬速級クラブが解散することになり、高級を免れる。ホームタウンを縁台市に移し、クラブ名を、縁台。 タケシアグリ足玉クラブに変更。リーグ前半戦は検討し、昇格権につけるが、後半戦に入ると全く勝てなくなり、再びおつきゅうリーグへ降格となる。ホームタウンを再び大連に移し、クラブ名称を大連タケシアグリ足玉クラブに戻す。おつきゅう、リーグ帰宅で2位に入るものの、昇格プレイオフでは3位決定戦で敗れ昇格を逃す。 大連から新たに参加した大連アジハマは高級リーグで主を、改装。もともと大連実徳が長級リーグに参加していたこともあって、大連でクラブの発展を図ることは難しいと判断。ホームタウンを再びハルビンに戻し、クラブ名もハルビン・タケシアグリ・足玉クラブに変更する。お月、リーグ帰宅で2位になり昇格プレイオフに進出、プレイオフでも、 重慶足玉クラブを破って優勝し、高級リーグへの再昇格を決める。高級リーグで2位に入り、超級リーグへの昇格を決める。本拠を石膏省に移し、チーム名を石膏竹しあぐり足玉クラブに変更する。参考、中国属球資料。ありがとうございます。